豊さん、今回はこんなの簡単だろうって思ってやってみたら案外難しかったことを見ていきたいと思います。皆さん、なんか今やろうと思ってることありますか？挑戦してみたいとかね。で、案外これ簡単じゃねって思ってやってみると、うわ全然難しかったわっていう、そういうものがあるんだね。今回はそういうものを見ていきたいと思います。まず1つ目、これ簡単だと思ってたけど難しかったもの、車の運転。だってね、皆さんまだ18歳になってない人いると思いますが、車の運転免許持ってる人、最初の頃どうでしたか？あれ、これマリオカートじゃなかったのかよって思ってね、やってみると全然ハンドルの重さとかも違うし、あれマリカーだとここら辺でアイテム出んだけどなっつってね、クラクション鳴らしたりする人いませんでしたか？こんな感じでね、運転ってやっぱりゲームとは違うということが分かりますよね。まあそれはね、命を背負ってるものなんで、ちょっと難しくしないと誰でもいじれたら危ないですよね。まあ皆さんもこれから運転免許取るって人、案外難しいかもしれないので、ちょっと覚悟しておいてください。これ簡単だと思ってたけど難しかったもの、結婚。おー、リアリティなもの来たね。確かにね、これ前も紹介したような気もしますが、小さい頃はね、将来誰と結婚するのかなみたいに思ってね、10年後とか20年後、30歳ぐらいになると、あれ、これ私独身のままで終わんじゃねみたいなね。簡単そうに見えるけど、まず出会いもねえし、大人になるとね、仕事の現場がほとんど変わらないってなると、もう男だけの会社、女だけの会社ってなったらね、あ、どこで出会おうみたいな感じになってね、すごい難しくなってしまいますよね。やっぱり結婚っていうのは簡単そうに見えて難しいですね。まあ小さい頃いろんな出会いがあったから簡単そうに見えるっていうのがあるかもしれませんが、社会に出たら大体人間関係変わんないんでね、怖いですね。これ簡単だと思ってたけど難しかったもの、普通に生きること。あはは、超真面目なやつだね。確かにむずいね。普通ってなんだろうっても思うんだけれども、普通に生きるって難しいよね。例に挙げたとしたら、普通に生きるっていうのはね、ちょっと偏見あるかもしれませんが、まあまあのお金を持ってる家庭で、幼稚園、小学校、中学校、高校って上がってって、まあ大学行くは別ですが、まあ大学行ったとして、その後まあまあいい会社に入って、素敵な人と結婚して、孫もできて、そしてみんなに見守られながらあの世へ行くっていうね、まあこれがよく言う普通だと思いますが、レベル高くない？結構この普通っていうのが、正直ね、普通って言っちゃうと他の人と比べることになるのであんま良くないですが、こういう生活をするっていうのは案外難しいですね。皆さん今何歳ですか？この普通の生活できましたか？まあ、できなくてもいいんですけれどもね、自分が良ければ。これ簡単だと思ってたけど難しかったもの、子育て。おー、これ全国の親を敵に回しましたね。まあ確かにね、簡単そうに見えるか、まあちょっとね、見えるかどうかはその人次第なんですけれども、まあ難しいですね。これペットを飼うのも一緒ですよね。ペットを飼う方が難しいのか、ちょっとどっちか分かりませんね。やっぱりペットは言葉がまあまあ通じますが、なんていう言葉を言ってんのか分からないですよね。まあ子育てに関しては、年を取るにつれて言葉も話せるようになって意思疎通ができますが、まあ、こういう育てる系はね、やっぱ命を預かってるということで、そんな簡単なものではありませんよ。まあお金を稼いだり、ご飯を作ったり、そういうものがあるんで、やっぱ難しいですね。これ簡単だと思ってたけど難しかったもの、投資。さてね、投資っつってもね、いろんなものがありますね。でも一番簡単そうに思えるのが株式投資とか FX ですよね。もうこれ上か下か当てるだけや、2分の1やみたいな感じに思うんですけれども、実際やってみるとね、あれ、なんか思った方にいかねえなっつって、それが何回も重なってって最終的にゼロになっちゃうみたいなね。そんな誰でも、もう投資家に簡単になるっていうことは、美容師になりたいっていう人が美容師専門学校も行かずに、授業料も払わずに美容師になりましたって言ってるのと同じくらいのレベルですよ。なので投資家になるためにも授業料的なものをね、払わなきゃいけないということを忘れないでください。これ簡単だと思ってたけど難しかったもの、健康の維持。これ一生つきまとう内容なのに案外難しいっていうことは、もう今からやんなきゃやばいよね。健康の維持っつっても、まあ、視力を落とさないとか、あとは骨折しないようにするとか、体調を崩さないようにする、そういうものがありますが、健
康の維持って案外難しいんですよね。小さい頃はね、全然気にしなくても、やべ気をつけようって思った時にはもう手遅れみたいな。健康の維持っつったら、あんまりジャンクフードを食べないとか、栄養をいっぱい取る、睡眠を取る、こういうのってまあまあ難しいんですよね。で、意識した時には遅いので、もう今から健康を気遣いましょうっていうことですね。健康のためなら死ねるとかまで言ったらね、もうそれは本末転倒なので違いますが、程よく健康を維持するのってむずいんで、今からやっときましょう。これ簡単だと思ってたけど難しかったもの、毎日料理すること。あ、これ超難しいと思いますね。まあ今料理はママに作ってもらってるから関係ないけどねって言ってる人、将来ね一人暮らしとかした時にこれの難しさ知るんじゃないでしょうか。毎日料理をすること、料理をするっつってもね、まあ、想像するのは切ればいいんだなとか切って煮ればいいんだっていう、そういう風に思いますが、まずねスーパーから買い出しに行かなきゃいけません。料理の献立を作るとこからも始めなきゃいけないよね。その後にスーパー行って、これ買ってこれ買って、あ、お金もめっちゃ減る。そこから帰ってきて、食材出して、そこから切り始めるんでね、まあまあ手間かかるんですよね。しかも分量とかも見ないとね、あんま美味しくないし、健康のためだけに味薄くするっつってもちょっと食べるのが苦痛になるので、毎日の料理って作るの難しいんですよね。本当に時間ないと。時間ない中でも作ってる人はね、もうそれね、お母さんとかパパに感謝しないといけないですよ。これ簡単だと思ってたけど難しかったもの。楽器系もありますよね。まあ物にもよりますけどね、太鼓叩くだけだったらもうできんじゃんみたいな、リズム感もまあまあ必要ですが、ドラムとかね、ギター、これ簡単そうに見えてまあまあ難しいんですよね。叩く強さとかリズム感、それが難しいんで、皆さんが今までやった楽器の中でこれめっちゃ難しかったなっていうものあったらコメント欄に書いてください。逆にこれ難しそうに見えるけど簡単なものってあるんですかね。今まで簡単そうに見えて難しいものを紹介してきましたが、まあ、これはね案外難しそうに見えて簡単なものは仕事が多いんじゃないでしょうか。まあ、これはね、いやうちの仕事は超むずいよっていう職業によっても変わりますが、大体の仕事っていうのはマニュアル的なのが出来上がっちゃってるんで、その通りにやればなんとかなるんですね。もう自分の頭で考えながらやらなきゃいけないっていうのは難しいんですけれども、もうこういうお客さんにはこういうマニュアルで、こういう商品が欲しい人にはこの商品みたいな、そういうマニュアルがあるとまあまあ簡単なので、ね、仕事にもよりますけどね、これは。でもそういうマニュアルがある仕事だと結構楽なんでね、安心してください。こういう簡単そうに見えて難しいものってやってないからやっぱそう思っちゃうんですかね。でも中にはね、簡単そうに見えて本当に簡単だったっていうものもありますよ。でも大体の人が難しいっていう罠に陥るのでね、今回紹介したものこの先経験するかもしれないんで、もう保存しといてくださいね。いつか会うかもしれませんよ。ということで、またこのようなものがあったら紹介したいと思いますので、お楽しみに。では、See you!